気温3度です。マジ極寒。本当にやりたくない。迷うね、このコンディション悪い中で。顔向いてんだよ、どれ今。間違いない。間違いない。そんぐらいってあれ、小学3年生までそうだね。相当やりたくないじゃん。みんなはね、逆の意味で恵まれてんだよ。学生、中高生のみんなはやらなきゃいけないっていうね、確定事項がね。そう、嫌なんだけど、やるじゃん、みんなちゃんと。そうだね、顧問の先生がいる限りはやるわけじゃん。うまくサポりながらとかもあると思うんだけど、恵まれてんのよ、みんな。そうだね。こういうさ、自分でメニュー立てて自分で練習していくのってさ、利点もあるけど、モチベーションが本当に上がらない時って本当に甘えちゃうと思うから、そういう意味でも社会人の人じゃすごいなって思う。それはさ、みんな見てくれるから、そうだ、みんなが顧問の先生みたいな、みんなに見てもらいたい、見せたいなって思いがあるから、まあやるかってなるんだけど、俺らの顧問の先生みんなかもね。みんないなかったら俺マジでフルマラソンやってなかったもん。それはやんないだろうね、マジでやんなかった。自分のためにやるから。そうだね、自分のためにやるんだよ。うん。あ、やりたくない。ダッシュで行こうぜ。うわ、なんか来た、なんか来た。危ない危ない。はいはい。これなんだかわかる？ん？これなんだかわかる？これなんだろう、リレーのやつ。そう、その通り。これね、剥がしなさい。あー、これね、はい、はいはいはい。競技場の人にも迷惑だし、あとになる。なるほど、あ、ちょっと待って、あとになってる。あとになるのよ。競技場の人にも迷惑だし、うん、俺がさ、今から練習するってなった時に剥がしたいわけよ、俺は。自分のマーカー、この人が捨てなきゃいけないことにもなるし、剥がしすぎるのかも分かんないわけよ、はいはい、まだ使うのかな。うん、今はね、もうこれ誰もいないから、これ剥がさなきゃいけないって分かるけどね。で、これ俺捨てなきゃいけないことになるわけ。マジでこれは本当に超大事、うん、で、これはマーカー限らず、陸上の用品、スタクロもそうだし、うん、そういうものは全部自分で貼ったものを、準備したものを基本的に全部自分で片付ける。基本中の基本だからね。はい、なんか俺怒られてる気分なんだけど。え、なんで。すいません、片付けるように。はい、すいませんでした。はい、以上。はい、帰っていいよ。なんか怒られたんだけど。ダッシュで行こうぜ。ちゃんと俺がプレゼントしたニューバランス靴ちゃんと履いてんだね。あげた靴大事に履いてもらえてすごい嬉しいな。はーい、タッチダウン。さあ、動きはどうですか。11秒7秒。26秒ギリぐらいで行きたいって言ってたけど、手元で24秒9です。さあ、2本目です。すごいな、11秒ぐらいで走ってよ。早いね。ダッシュで行こうぜ。短距離選手ってさ、がっつり休むよね。そうやって座ったり寝転んだりして。長距離って絶対そういうリカバリー取んないんだけど。指揮さんはまだわかるでしょ。ああ、まあね、こうなる。長距離座ったら俺だもんな。周平ってあれだね、なんかがっつりさ、怪我しなくなったよね、社会人になってから。それ何かっていうと、走り方が変わったんだよ。筋力的に強くなったとかもちろんあるんだけど、走り方が変わった。本当に怪我する人って治療を減らすのとか筋力強化もちろん大事なんだけど、その走り方、飛び方って本当に合ってるっていうのを分かんないんで。いや、俺怪我しやすいんだよねじゃないんですよ。絶対走り方に怪我しやすい要素があるから。草野さんもよく言ってるんだけど、強くなるための近道じゃないかって、継続以外ないから、怪我しない人が一番強いんだよ、やっぱり。そういう意味で大きい怪我もなく1年間できたから、うん、俺は去年の10秒7があると思ってるし、怪我しにくい走り方って何だろうっていうのは、まあ本当に分かんねえっていう人は毎回返せるわけじゃないけど、俺も見てあげるから、怪我多いんですみたいなのが言う人いれば、うん、絶対連絡ください。で、俺本当にどっちがすごい、どっちが速いっていうのを言いたいわけじゃなくて、ただ怪我しないで10秒0で走り続ける桐生と、怪我して9秒1回出すハキム、どっちが日本代表に欲しいって言ったら、うん、
絶対10秒0の桐生じゃん。はいはいはい。どっちが怪我しやすい走りとか俺は言える立場じゃないから何も言わないけど、うん、例えば日本代表の出方で言ったらそういうとこで、やっぱずっと日本代表として出続けてる桐生が俺はエースだと思うし、はいはいはい、リスクあってもいいから一発出したいっていう人はもちろんそれも間違ってないけど繋がんないし面白くない方が多いよね、はいはい、絶対陸上もって思うな俺は。で俺は大学の時はこの試合で肉ってもいいから10秒力出してって思ってたの。はいはいはい。ちゃう、ね、違う、うん、継続が大事って結果にならないと分かんないから、うん、そうだね、継続しててもなんないなって人は、うん、やっぱりエラーがあるから、うんうんうん、そこは見極めなきゃいけない、はいはい、その見極めが一番陸上って難しいよね。そうで一番多いのは高校 2,3 年生とか大学 1,2 年生成長してきてとか、うん、あと一回成長が止まってまた走り見つめ直した時とかに起こりやすいから、はいはいはい、そしたら気をつけてほしい。なるほどね。それこそ周平の高校 1,2 年時代のあれだもんね。大学もそうだし周りを見てってもそう、うんうんうん、はーい、ダッシュで行こうぜ。お疲れです。無理だ。まあまあまあ出力も出力だったし5秒7だった。5秒7だね。またもうちょっと一回量増やさないと来シーズン持たないんで量を止めていきたいと思います。あ、じゃあ来週は 100m100 本やらせます。もう俺のも切れんしょ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。